2022年8月23日、防衛省の沖縄防衛局の職員を含む関係者が、沖縄本島からおよそ 360km ほどの東方に位置する北大東島の大東村を訪問、その地の水道や道路等のインフラに関する現在の状況について確認を行ったよ。これまでに大東村では防衛省の委託を受けた民間事業者が同月上旬にも測量調査のために入村しており、さらに前月7月に航空機から実施した測量調査と合わせて今後に向けた精緻な現地の状況把握が進んだ形だな。今回はそんな沖縄県の離島北大東島の大東村で航空自衛隊の車両搭載型の3次元レーダーの配備を進めている件について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。さて、北大東島の大東村に対してこうした動きが行われているのは、航空自衛隊が装備する移動式の警戒管制レーダー設備を持つ部隊を新たに同島に展開するための事前準備であり、南西諸島の防空体制の強化が根幹にあるんだ。航空自衛隊では日本全国に固定施設であるレーダーサイトを28カ所設置をしており、日本の領空に無許可で侵入してくる不審な機体がないかを常時監視し、そこからの情報を4カ所の防空司令所に集約して対処しているよ。各々の防空司令所では収集された情報をもとにして、これも地域ごとに置かれた待機中の戦闘機部隊に対してスクランブル発進を行うか否かの指示を与え、日夜日本の領空を24時間間体制で警備する体制を敷いているってわけ。しかしこうした監視体制の要となるレーダーサイトは、様々なトラブル、最悪敵からの攻撃を受けて情報収集の任務を完全に果たすことが不能な状態になることも想定されるため、代替手段を備えておく必要があるぜ。こうした場合に第一にその役割を担いうる存在が、E2CDI-767 といった固定翼の早期警戒管制機であり、これらの機体は十分な稼働が困難となったレーダーサイトの監視範囲を空から補填する活動に従事可能ってわけだ。そしてこうした航空機によるカバーと並行して地上においてもその代替策となるものは存在しており、それが車両搭載型の3次元レーダーを持つ部隊であり、車載型ゆえに陸上を移動可能なレーダー設備ということができるな。この陸上移動型のレーダーサイトは、巨大な筒状の3次元レーダーである JTPS-102A という装置、航空機の飛行データを処理する装置、それら装置に電気を供給する発電機という3要素から成立しているシステムだね。システムの中核である巨大な筒状の3次元レーダーである JTPS-102A は、戦闘機等の機種部にも搭載されているフェーズドアレイ式を採用したもので、本体部分には見た目でわかる可動部分はないが全周囲の索敵を行えるんだ。こうした車両搭載型の3次元レーダーは、平時であっても固定式のレーダーサイトが定期的な維持管理のための点検等を行う際に活用されており、今後北大東島の大東村にはこれを常設で配備しようという計画となっているよ。無論その最大の理由は航海、東シナ海、南シナ海、そして西太平洋へと海洋進出を加速させている中国軍に対する警戒警備体制の強化にあり、年々増強される同国の航空戦力に対抗するための情報収集能力の向上を目的としているぜ。また今回その車両搭載型の3次元レーダーの配備先の候補地として名前が挙げられている北大東島の大東村だが、これとは別に小笠原諸島の父島もこれまでに検討対象とされたこともあり、こちらも将来的には配備されるかもしれないな。北大東島ではこうした航空自衛隊の車両搭載型の3次元レーダーの配備という状況を、政治的には同村議会による全員一致で可決し受け入れる方針を固めているけど、場所が沖縄であるだけにそれらのマスコミからの批判は根強いみたい。沖縄メディアの琉球新報は2021年12月11日付の社説として、北大東島への車両搭載型の3次元レーダーの配備を例よって反対しており、沖縄本島はもとより、与那国島、宮古島、石垣島と沖縄の島々が次々に要塞化されると煽っているね。在日アメリカ軍基地の大半が集中しそれに伴う事件も多く、
また太平洋戦争時には凄惨な地上戦闘が行われた沖縄に対しては同情の念を抱くことはやぶさかではないけど、日本を取り巻く安全保障環境はこれまでにないほどに近年は悪化しているんだ。今年2022年の8月の頭には中国軍が台湾の周囲の6カ所もの空海域で大規模な軍事演習を強行し、その中で発射された中距離弾道弾の5発が、波照間島周辺の日本の排他的経済水域に落下するなど、中国の行動はエスカレートしているよね。尖閣諸島周辺海域への中国海警局の艦艇の侵入はもはや常態化しており、尖閣諸島単体で考えた場合には単にこれを中国が上陸して占拠することの合理性は極めて低いとは思われるが、台湾とセットならばついでと考える可能性もあるんだ。台湾自体が中国が威嚇を続けているように本当に武力による侵攻にまで及ぶのかについても、中国軍側の被害を考慮した場合には未だ得策ではなく、むしろ威嚇を強化することで台湾の一般人が中国に自主的に屈する思考を抱かせるのが目的なのだろうな。このあたりはロシアがウクライナ侵攻で実施しようとしているやり方も同様で、東部のドンバス地方を含めかつて2014年にクリミア半島で行ったように、占領地域において表向きは住民投票で自国への編入を選択したと見せかける手口であるだぜ。先に挙げた沖縄の琉球新報の社説のように、沖縄本島のマスコミや一部の団体は在日アメリカ軍や自衛隊の基地が沖縄に存在するから戦争に巻き込まれるというロジックを多用するけど、ロシアや中国の行いを見ればざれごとにしか聞こえないよね。ロシアはロシアウクライナ戦争を経て自国に経済制裁を続ける日本に対して、北海道の半分は自分たちのものだと脅しを始めているし、中国は同様に沖縄は勝って自分たちの国に強行を行っていた属国だとみなしているのが現実だから。そもそも北大東島の南海上に位置する無人島の沖大東島は、1956年以降にはアメリカ軍の射爆場となっており、同じ大東村に属する同島がその状態であることに大きな異論はこれまで起きておらず、過疎化の進む村の現実として受け入れられてきたぜ。そうした現実にもかかわらず北大東島への航空自衛隊の車両搭載型の3次元レーダーの配備について、その反対を打ち出す勢力からは沖縄県の全てにおいて無防備都市宣言を出すべきであるとの無責任で無意味な声も見受けられるらしい。無防備都市宣言は正式には無防備地域宣言と呼ばれるもので、これを宣言した特定の都市や地域に対する攻撃を行うことが戦時国際法で禁じられていることを利用しようという考えのようだけど、現実には機能し得ないんだよね。そもそも無防備地域宣言とは、戦時国際法に定めによっても等の都市や地域が属する国家が、他の国家との戦争状態にあることが大前提であり、戦時である場合にしかその効力を発揮する立て付けに法体系自体がなっていないからな。加えて赤十字国際委員会コメンタールでは、無防備地域宣言を発行させることが可能な主体は原則その国の政府のみであるとしており、一地方自治体、つまりこの場合大東村沖縄県がそれを行うこと自体が無意味であることは明白だぜ。日本政府をはじめ国家としては、国家そのものが有する自衛権を一地方自治体が覆すような体系にはなく、無防備地域宣言などという戦時にのみ限定的に成立する概念は、他国からの武力侵攻を止める意味など端から有してはいないからね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。